ウクライナ語。ウクライナ語は、インドヨーロッパ語族のスラブ語派の東スラブ語群に属し、キリル文字を使用する言語である。ウクライナの公用語である。ウクライナ国外においても、諸外国に住むウクライナ人によって使用されている。本国での話者人口は3680万人。本国以外に、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、ポーランド、カナダやアメリカ合衆国などの南北アメリカ、オーストラリアなどにも話者がおり、それらを合計すれば約4500万人になる。スラブ語派においてはロシア語、ポーランド語に次いで第3位の話者人口である。11月9日はウクライナ語の記念日となっている。日本において太平洋戦争後はウクライナ語と称されるのが一般的である。略記する際は漢字表記、うかつらんから、うご、または以前使われていた表記、からす、かつらんから、からす語も散見され。従来の言語系討論によると、ウクライナ語はインドヨーロッパ語族、スラブ語派、東スラブ語群に属するという、総合的言語の一つ。ウクライナ語アルファベットは33の文字、字母によって構成される。その文字は38の音素を表す。文字の他に、アポストロフィーという特別符号も含まれる。ウクライナ語の聖書法は、音素の原則に基づいており、一つの文字は、普段一つの音素に相当する。聖書法には、意義、歴史、形態の原則も用いられることがある。文字には20の、子音あざ、10の、母音あざ、並びに2つの半母音あざがある。軟音記号は、音下がないが、前の子音の軟化、後々外化を引き起こす。また、特定の子音は特定の母音の前で後々外化する。例えば、子音のは軟母音のの間に軟子音となる。アポストロフィーは、聖書法に従って、子音の後々外化を起こさないように用いられる。アルファベットで用いる音素の原則には、他の例外も見られる。例えば、と、前の子音を後々外化しない場合の、というの5つの文字は2つの音素を表す。という連字は、普段、破殺音のとを示す。の前に位置する子音の後々外化をで表記する。しかし、の前に位置する子音の後々外化は、特別に表記されることがない。他のキリル文字を使用するアルファベットに比べれば、ウクライナ語は、東スラブ語群の諸語アルファベットと、類似している。一方、のように、ウクライナ語固有の文字もある。ウクライナ語のアポストロフィーは、初期キリル文字のイエルの機能を果たしている。は、こと、音節の初めの母音の前や、母音の間にある場合はと発音されるが、語末、摩擦音、破裂音の前では、有声両唇軟口外接近音、またはのように発音される。この音は、決してアクセントを伴わず、音声学では、という文字を用いて区別して説明され、ウーネスクラドベー、音節を形成しないと呼ばれる。基本的には、子音の前では、母音の後や語末ではとなる。ただし、その発音については、厳密にはいくつかに細分される。例えば、おと発音するなど、例及び、ボナー、ボナー、モーバ、リビー、前が、母音の場合、ウドーマ。この音は、W、U、と3つあり、語中の位置や前後の音によって交代する。1、母音の前。2、W、単語の語末、及び、子音の前、母音の前。3、U母音の後ろ、字母で書かれる場合、1子音と子音の間にある場合、例。2文頭にあり、次の文字が子音である場合、例。3次の文字があるいはである場合、前に来る文字が母音であっても常に、が書かれる。例。4文中の休止符、等点、コロン、セミコロン、ハイフン等の後ろに置かれ、次に来るのが子音である場合。例。字母、で書かれる場合、1母音と母音の間にある場合。例。2母音が前にあって、あるいは、以外の子音が後ろに来る場合。例。タラス・シェウチェンコ。名詞は、男性、中性、女性の3つの性に分かれ、単数形、複数形を持つ。名詞の語尾は、男性名詞は、子音、女性名詞は、子音、中性名詞は、である。子音で終わる、女性名詞があり、で終わる、中性名詞の語尾も多彩であるため、性の見分けはやや困難である。名詞の角は、主角、対角、属角、所角、余角、愚角、弧角の7種類である。標柱はすべて主角を用いている。ウクライナ語は、東、スラブ人の最古の国家である、キエフ・ルーシの崩壊後、ロシア語やベラルーシ語とは別の独自の発展を遂げてきた。長らく、ポーランド王国の影響下に入ったから、ドニプロ・ウクライナにかけての地域、ルテニアではポーランド語の影響、ルテニア語がより強く見られ、ベラルーシと共に、リトアニア大公国の支配下に入った北、ウクライナから、ドニプロ・ウクライナにかけての地域では、ベラルーシ語の特徴である、の欠如などベラルーシ語の影響が見られた。キエフを含む東ウクライナが、ヘーチマン国家として、ポーランド・リトアニア共和国の支配下から脱した17世紀以降、ヘーチマンの庇護のもと、ドニプロ・ウクライナを中心にウクライナ語文化の新発展が見られた。また、ポーランド王国のもとに止められた西ウクライナでは、リビウを中心にウクライナ語文化の独自の発展が見られた。だが、その後、ヘーチマン国家は、モスクワ大公国、ロシア帝国のより強い影響下に置かれるようになり、18世紀のうちには東ウクライナは完全にロシアに併合された。その後、ポーランド分割を経て、ウクライナの大半はロシア帝国の領土に収められた。ロシア帝国の強力な中央集権体制の下で、ウクライナ文化は分離主義的であるとして弾圧され、ウクライナ語の使用も制限されるようになった。ロシア帝国では、1863年のバルーエフ指令と1876年のにより、ウクライナ語という言語の存在は認められておらず、これをロシア語の小ロシア方言と規定し、さらに公式文書や純粋な文学作品などはすべてロシア語で記述されていた。ウクライナ文化圏では、従来ロシア語、ポーランド語、ドイツ語、そしてウクライナ語などの複数の言語による舞台用喜劇脚本が多く表されてきた。そうした中で、初めてのウクライナ語文学と認められているのは、ポルタバのイヴァン・コトリャレーウシキーによって18世紀末に書かれたパロディ叙事詩、エネイーダであった。コトリャレウスキーは、オペレッタでも知られ、ウクライナ近代文学の祖とされている。これらは、いずれも、喜劇やパロディという性格を持ち、当時は、純粋な文学からは、明確に区別された分野の作品であった。ニコライ・ゴーゴリなどのような、より純粋な作品を書いて、世に認められることを望む作家は19世紀を通じて、ロシア語での筆活動を続けた。この時代の作家は、ウクライナ語=小ロシア方言で書いて文壇に認められることはありえなかった。なお、ニコライ・ゴーゴリの父バシーリ・ホーホリ、ロシア語名、バシーリー・ゴーゴリはウクライナ語の喜劇作家であった。ウクライナ語の歴史は、文語として長らく用いられた境界スラブ語と口語として用いられた、いわゆるウクライナ語との関係の間に成り立っていた。現代ウクライナ語の父とされるタラス・シェフチェンコは、ウクライナ語の豊富化を図るため積極的に境界スラブ語からの借用を行った。しかし、このやり方は、後の作家、言語学者に拒否され、以降ウクライナ語は口語を中心に外来語や各地の方言を取り入れて発展させられていくことになった。イヴァン・フランコーやレーシャ・ウクラインカもウクライナ語の発展に大きな貢献のあった人物として知られる。ウクライナ化政策の取られた1920年代のウクライナ社会主義ソビエト共和国では1927年に初めての正式な聖書法である1927年聖書法、ハルキウ聖書法が定められた。しかし、これは1930年代の反ウクライナ化政策の時代に改ざんされ、ロシア化が行われた。1999年に制定されたプロジェクト1999は、現代ウクライナ語を、この1927年聖書法、ハルキウ聖書法をもとに整備しようとする試みであった。この聖書法は基本的にポルターバの方言によっていると言われ、それに西ウクライナハルイチナーなどの方言が加えられている。ただし、西ウクライナ方言にはポーランド語やチェコ語の影響が強く、聖書法に定められた中東部のウクライナ語とは、語彙や語法とは差がある。ちなみに、このプロジェクト1999は2003年に廃止となり、現在は公的な立場を持たないが、学者、文筆家に限らず広く市民の間に支持者がおり、しばしば印刷物、テレビ等で見られる。ソ連末期の言語法によって、ウクライナにおいてウクライナ語は唯一の国語、日本語でいうところの公用語の立場とされ、独立以降もその立場を維持し続けている。その一方で、ウクライナ国内でも東南部を中心にロシア語話者が多いことから、ロシア語の第二国語もしくは公用語化を掲げる政治勢力も一定の影響力を保っている。しかし、ビクトル・ヤヌコービチなどロシア語話者の政治家が政治家として活動するために、ウクライナ語を習得しており、必ずしも二項対立では説明しがたい。ウクライナにおける言語をめぐる状況は、個人レベルでも複雑であり、独立以後も一部でロシア語排除を唱える人々、また、ウクライナ語を蔑視する人々、その衝突を将来的な分裂の要因のとして危惧す考えがある。また、スル軸と呼ばれる、混用語、すなわち、ウクライナ語を運用する際、ロシア語語彙を大量に混用している現状も顕著である。さらには、より純粋なウクライナ語の表現として、古い語彙を復興させる動きも一部で盛んである。19世紀後半以降、ウクライナ語において3つの方言が区分される。各方言は地域ごとの複数の訛を含んでいる。ポリーシャ方言とも呼ばれる。北ウクライナと南ベラルーシに分布している。ベラルーシ語との共通性が見られ、中世のルーシ語の特徴を数多く有している。コサック方言とも呼ばれている。中部、東部、南部ウクライナと南ロシア、特にクバーニ地方に分布している。ロシア語、中力諸語の語彙の影響を受けている。クレナイルーシ方言とも呼ばれる。ウクライナの南西部の外に、モルドバ、ルーマニア、スロバキア、ポーランド、セルビア、カナダと米国に分布している。西スラブ諸語と共通性と、ドイツ語の影響が見られる。ボルイーニ・ポジーリャの訛群、ハルイチナー・ブコビナの訛群、カルパティアの訛群、必ずしも日本語の発音通りとはならないが、日本語をウクライナ語アルファベットで表記する場合には、以下のようなものが用いられている。大文字で表示。ウクライナ語話者の間で日本語を勉強する人口が、それほど多くないこともあり、あまり研究されているとは言えないが、ソ連時代に盛んに行われたロシア語による日本語研究を背景に転写法は十に整備されていると言える。また、日本ではウクライナで起きた歴史的出来事について、ハリコフ攻防戦やチェルノブイリ原発事故、いずれもソ連時代のようにロシア語地名で表記することが多いため、ウクライナ語の地名は一般に普及しているとは言い難い。公式には、ウクライナの地名はウクライナ語に沿った表記が求められるが、下記のようなロシア語名の方が有名であったり一般に知られている例も多い。ただし、セバストポリやヤルタなどのように、ロシア語とウクライナ語の発音差がほとんどない都市もある。ウクライナ語では母音となる。このほか、ウクライナ語の仕組みに従い、日本語のや行も母音扱いされる場合がある。ウクライナ語では、子音母音となる。中澤秀彦による、日本語のウクライナ語転写。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。